ゃあ早速ですね、藤井ちゃん、何ですか、 iTunes 配信したいということで、したいなんだけど、まだ曲がない。あ、そうです、曲がないですよ。僕曲がないと話にならない。ああ、というわけでね、曲を作っていきます。例えばこのビートに合わせて鼻歌で歌っちゃって、それ取っちゃうんで。鼻歌ですか？うん、一応しようか。マジ鼻歌ですか？マジ鼻歌ラララでいこう。聞いてないんだけど。あ、踊ってきた。あ、乗ってる。素晴らしいじゃないですか。ありがとうございます。来た来た、降りてきたよ。降りてきました。降りてきた。ちょっとこれにまず、もう今簡単なドラムも入っちゃってるんで、はい、これドラムパターン。次行きましょう。じゃあちょっとラフなアレンジを、うん、ね、まあ降りてくる。じゃあベース入れますか。はい、順番は、うん、ベース入れちゃいます。じゃあこれちょっとコンセプトがちょっと R&B 調に僕感じたので、ちょっと、あ、本当ですか。ちょっと R&B、 じゃじゃーん。こんな感じで、こんなのできちゃうんすか。それで今じゃあボーカルの藤井さんと一緒に今、では聴いてもらいましょう。はい、藤井くん作曲、川口湖の夜を聴いてください。マサ先生かっけえ。マサ先生I wanna be number one hero. I wanna be a hero. ちょっと、今集中してっから、あの5分ちょうだい、5分ちょうだい。 I wanna be a hero. ちょっと中で終わるってどうなんですか。雨よ、怖いよ。東中のどこにある、中のイース、東中の、もう広がってきた。これはもういいや、本ちゃん、本店にしますよね。ありがとうございます。東中のこんな感じです。ありがとうございます。終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お手屋の講師やってます、増田と申します。はい、ティーチャー増田で TM とも言われてますけどこれからもまた頑張ってて、皆さんぜひね、お手屋の方に遊びに来てもらったり、まあ、体験レッスンできますので、ぜひマイオリジナルをね、皆さん作るために、まあここに来ていただいて、まあ体験してもらったり、あと入会してもらえれば、素晴らしい楽曲を、作っていきたいと思いますので、岩村プロデューサー、ディレクターと一緒にまたね、ふーちゃんとも楽しくみんなでやりたいと思いますのでぜひ来てください。ふーちゃんのバイオリンも待ってるよ。窓辺では野良猫が寝そべ